皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組 iWave 松阪です。松阪市内において市役所の職員をかたる不審電話が多く発生しています。主な手口としては、まず市役所の職員をかたるものから自宅の固定電話に医療費の還付金がある、銀行名と口座番号を教えてほしいなどと電話が来ます。その後、金融機関の職員をかたるものから口座番号と暗証番号を教えてほしいと電話があり、応じると自宅を訪問され、キャッシュカードとお金が騙し取られます。また ATM で手続きができると言われるがままに ATM を操作し、お金が騙し取られる事案も発生しています。 ATM で還付金は受け取れない、キャッシュカードは渡さない、暗証番号は教えない、この3つがキーワードです。電話でお金の話が出たら、すぐに家族に相談、警察に通報しましょう。それでは今回のラインナップです。羽ばたけ子どもたちチャレンジ応援事業活動報告会が橋西地区市民センターで行われました。令和4年度の松阪市教育功労者表彰式が開かれました。竹上市長が3月の定例記者会見を開きました。現在、歴史民俗資料館では企画展松阪木綿、愛が生み出すジャパンブルーの粋が開催されています。